高橋さんもすでにお得意さんなわけですよ。いやいやいや。でなんとですね、2年前に 601F という強烈の名機ナンバーワンの600リター買ってもらってます。その後2年経ちました。実際そのどうだったんでしょう、お話聞いてみたいと思います。それどうでしょう、やっぱり SS。 そうですね、やっぱり薬を使う量も減りますし、はいはい、小回りはやっぱりどうしても効くので、はい、どうしても効いちゃう。困ってるみたいですね。逆に効きすぎでくるんと回っちゃう、はい、あとはね、本当に何、ていうんですか、あっ点固着ですか。そうですね、あっ点固着きれいにつく、きれいにつくんで、病気にかかる、かなり今までに比べると、前、佐々木さんですよね、使ってたんですけど、かなりの量かけてべっちゃべちゃついてたもんね、それよりはもう全然、いい感じで。じゃあ節約は、節約には相当の節約になってます、薬も本当に半分、はい、省力散布ですね、はい、あとやっぱり音も静かになったと思いますか。あ、音はもう全然、やっぱり夜遅い時間帯に虫が出回る時間帯にかけたいっていう時なんかも、はい、あ、夜打つこともあるんだ、ね、かけても、さとか違うな、やっぱり全然、なんていうんですかね、音がうるさくないんで、ほう、まあ、近くに民家はあるんですけど、はい、全然苦情が来るわけでもなく、前の時にそんなことしたら、じゃあ霧が舞っちゃってどっかついちゃうということは大丈夫ですか。それも大丈夫ですね、やっぱり綺麗につくからですよね、なんか勝手にバックランプモニターをつけたそうで、あ、バックモニターね、ね、あれはね、社長がこうサービスでつけてくれたガンですね。あ、ここの枕が式の、はい、あれがある、あの分ちょっと感覚的に下がりきれないところがあったんで、はいはいはい、まあ、安いおもちゃみたいなやつでつけて、はいはい、じゃあモニターがあるんですね、これ。左側に小さい4インチぐらいのモニター。ちょっと見てみたいですけどね。なるほどね。でも補助散布もするでしょ。しますね。時折は。ね、します、うんうん、します。やっぱ高い木だったりとか、はい、一番端まで行ってやった時に、はい、ガンを引っ張ってきといて、はい、ガンを打ちながら前へ進んで。まあ、打ちながらっていう、一番端はこうやってやるな、やりますね。ガンと当たらないでくださいね、よそ見運転はしない。まだバスの運転手は絶対大丈夫です。いやいや、そうだね、その辺うまいですから、もうガンと、これ値段もこんな感じで、まだ大丈夫です。消費税 10% 大丈夫ですね。この辺で含めて、もう強烈さんチョイスください。これまだあります、なんとかします、私、はい、強烈さんのキャビンね、いずれ2000リッターにね、ツインライナーになる時が来ると思いますが、あ、もしかしたら100リッターしか打たない超ミニになるかもしれないですよ。薬が開発されてね、超低農薬の時代が来るかもしれません。未来はもしかしたらこの神奈川横浜からスタートするかもしれません。未来都市横浜いいですね。夏真っ盛り、12月、今日は13日です。暑いです。この中暑い、赤いキャビンの SS を持ってきました。はいね、もう都心からわずか、この神奈川、長後、横浜、藤沢ね、もう毎日一年中観光 のお客さんが来ます。だから意外にね、都会にね、その専業農家さんってなかなかいないと思ってるでしょ。いるんですよ。あそこもほらね、ここはね、ちょうどね、観光農園通りなんですね。先ほどのお客さんも梨農家さん、こちらも梨農家さんです。さあ、この SS ね、1009、この位置、この田中家オリジナルモデルはちょっと低いんですよ。1メーター30センチ台になってます。標準はこのぐらいなんですね。今回ってんだけど、音回ってん、全然これ。これが低速か。低速。これ。もうほぼ無音だよ。すごいでしょ。静かだったな。ね。あそこ
このスリットがやっぱりポイントですよね。真ん中の整流板のあれがエンジンの音がうるさいわ。やっと聞こえてくる。これが整流機構。井上さん、キャビンにした理由っていうのは？キャビンにした理由、一番が自分が役にかかっちゃうからね。そうだよね。それが一番大きいところ。比較的こういう格好でいつもやっちゃうんで傘さしてやってもいい。ひどい時は傘さしてやってもいい。カッパ起きないのね。カッパ着ることは着ますよ。ヘルメットかぶるんだけど、はい、暑いじゃないですか。暑い暑い。視界も悪い、はい、どうもあの暑さと視界の悪いのは健康に良くなくて、はい、だったら普通のマスクで傘さしてる方がいいかな。危ないと思います。そっちの中乗りで傘さしてて別に木当たらないって大丈夫なんですよ。でまあたまたま前、ね、壊れて台車でキャビン持ってきてもらって、はい、一度乗ったらもうやめられなくなっちゃいましたね。ですね、うん、この井上三軒さんともじゃあキャビンしてもらおうかな。一軒、うん、はあ持ってん の, ってんの、うん、じゃあ前のモデル持ってんだ。10丸山で、丸山のね、うんうん、あじゃあ600、1000、そんでも1000だ。600だね。もうあいつ長いよな、うん、キャビンに、もう15年近く乗ってるかな。あそれも買い替えてもらう。600でいいですか？1000がいい。いや1000はいらねえな。じゃあその新型ガルウィングモデルもうすぐできるから、うん、あのそうするとオプションでこの辺に羽馬の、あ羽馬、飛び馬のフェラーリのフェラーリマグつけて強烈いられてフェラーリにしてくれなんです。これバッファロー貼るからいやそんな感じ、うん